はい、皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。今日はシローワークスさんの隠し玉セリカ GT フォアと、プチオフ会というところでですね、マフラーサウンドというのを、収録しようとしたんですが、ちょっと場所がですね、非常に静かな場所と、ちょっと周りに人がおりまして、ちょっとここでシローワークスさんの、この、ちょっと毒キノコとですね、藤壺製の僕の拳が入ってしまったマフラー、非常にえげつ訂正、非常にスマートでですね、非常に心地よいサウンド、これをやっと収録できる場所に来ました。ちょっと早速ですが、この、セリカ GT フォア、ST205 サイエンスエンジンのこの毒キノコの吸気音からちょっとお願いできますでしょうか。はい、はい、非常に非常にちょっとお下劣ではなくて非常にスマートなサウンドでありました。続きまして藤壺のなんていうマフラーでしたっけ。藤壺のスーパー TI ハイブリッドです。スーパー TI ハイブリッド、これチタン、オールチタンマフラーになるんですよね。リアピースだけチタンです。リアピースだけチタン、はい、ただしキャタライザーがスポーツキャタライザー、はい、すみません、もう一度どこのメーカーでしたかね。サードの、メタルキャタライザーです。サードのメタルキャ、ちなみにそのサードのメタルキャタライザーっておいくら万円ぐらいするんでしょうか。そうですね、確か雪地さんが10人ぐらいですね。あ、やっぱりそうなりますよね。キャタライザー自体はそういった高額なお値段ですから、はい、じゃあそのサードの、スポーツキャタライザーとプラス藤壺のマフラー、このサウンドよろしくお願いします。はい、どうぞ。どのような言葉で僕表現しているのか分かりませんが、お下劣ではありません。はい、非常に綺麗な音ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとついでにちょっと僕のドノーマル、純正マフラー、何も取り柄がありませんが、とりあえず僕もちょっと音を出してみようかな。僕のね、ここアクセルワイヤーあるんで、ここでアイドリング上げられるんですけど、じゃあちょっと一回。というような音であります。やっぱさすが2リッター 3S の4気筒エンジンってなってくると、でまたマフラーも、このようなものが入ってきますと、ちょっと黒煙もちょっと入ってましたね。はい、ちょっと年長が濃いっていう感じでしょうか。ということで、先ほどちょっと前回上げました動画の中では、ちょっとマフラーサウンドと吸気音の音、ちょっと場所的に、これちょっと撮影厳しいなということで、場所をちょっと変えてですね、改めて、サウンド、撮影させていただきました。シロワークさん、はい、次またこういった車でなんかまたやりたいですね。はい、楽しみです。はい、またで少しずつこういった車の集まりができたらいいなって思ってますが、はい、また今年夏またどこかでまたちょっと、プチ旧車オフ会みたいなことやってみましょう。はい、はい、ということで、ちょっと二部作になってしまいましたが、この毒キノコのサウンドとちょっと、なんとシロワークスさんが、持っておりますこのセリカ GT フォア ST205、こういった感じであります。はい、やっと皆さんにお届けすることができました。
はい、それではまた。